ございます。やっほー、おはようございます。寒い、おはようございます。おはようございます。ギフトありがとうございます。今日の夢に出てきた。おお、どんな夢や。最近夢見た記憶あるけど、なんか思い出せない。すぐ忘れちゃう気がして、すぐ忘れてる気がする。おはようございます。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、昨日はね、本当はなんか朝ショールームするよみたいなメールを送ろうと思ったんですけど、気づいたらメール送れる時間が6分ぐらい過ぎてて、あー、やっちゃったと思って、ちょっとね、そう、メールを送れなかった。最後の一通が間に合いませんでした。おはようございます。寒い。衣装似合ってました。ありがとうございます。そう、なんか結構この衣装好きって言ってる人多かった。カップリングウィズ可愛いよね、あの衣装。すごいアイドルって感じがして、ゆずも好き。私なんかあんまり、そのなんて言うんだろう、あのさ、距離で見れることないから嬉しいって言われた。楽しかった。昨日も終わっちゃった。もうトーク会あっという間。おはようございます。寒い、めっちゃ寒い。おはようございます。うん、寒いな。寒くない？めっちゃ。まだ布団、普通のやつ使ってる。今日はどんな格好していけばいいんだ、こんな寒いのに。やだな、何がいいかな。なんかもう迷うよね、もっと寒いと。どうしたらいいんだろう。なんかもうコートは早いかなとか考えるけど、結構なんか街中見てるとさ、コート着てる人もいるしさ、マフラーしてる人も昨日見たから、なんかもうそんな時期かと思って、もう11月末だもんなと思って、確かに早くはないかと思って、ちょっとね、最近また服装に迷いだした。何がいいかな。でも今日は早く終わるので、お仕事は。そうだから、そんな別にすぐ終わって帰ってくるんで。もうすぐ12月だもんね。いや、本当にあっという間すぎて、もう
年終わるとか聞いてない早い、あっという間、早すぎません？ちょっと、おはようございます。おはようございます。今日はユニットの練習して、ちょっと新世代コンの練習もして、お仕事に行きます。今日はこんな感じのスケジュール。おはようございます。最近すごい、なんかもう17時半とかで真っ暗じゃないですか。もう早い早い、もうなんか時間の感覚が来る、外だけ見てると。さあもう19時くらいかと思って時計見るとさ、まだ17時半とかでさ、えみたいな。そう、この間道歩いててなってた、一人で早く帰んなきゃと思って急いで帰ったら割とまだだったっていう。そう、もうこの季節はね、日が落ちるの早いからすぐ真っ暗になっちゃう。うん、油揚げだ、ありがとうございます、ありがとうございます。おはようございます。2日間ありがとう、無事に帰ってきました。あ、ありがとうございます。昨日もね、結構遠くの方から来てくださる方も多くて、本当に皆さんちゃんと帰れました？家まで。おはようございます。寒い。おはようございます。今日はどこのチームがやるんだろう、ユニット公演。どこだろう、なんか一回普通の公演挟みますよね、 K2 公演。なんかそんなスケジュールだった気がする。どこのチームなんだ、あ、井田さんのチームなんだ。あー、なるほど。あ、初見の方ありがとうございます。 SK48 チーム S の石倉関です。おはようございます。あ、レオナさんのところ、レオナさん。じゃあ宮丸とかが今日出るのか、なるほど。そう、なんか他のチームとさ、なんかこの曲やるやらないとかも話さないけど、なんかレッスン場にいるとやっぱレッスンしてるからさ、どのチーム、なんかどっかのチームの曲が聞こえてきたりするから、あ、このチームはこの曲やるんだとか、そう聞こえてくる。そう、レッスン場と大きいしさ、なんかドア開いてるから、そう、めっちゃ聞こえてくる音がめっちゃ聞こえてきます。
ようございます。レッスン別の部屋なの？あ、そういうことじゃなくて、なんて説明したらいいの？難しいな、言葉で言うと。レッスン場がある階があるんだけど、なんかそのレッスン場のすぐ隣が、いつもロッカーがいっぱいある部屋があるんですけど、そこなんですよ。そう、だからそこにいると音が聞こえてくるよっていう話。そういうこと、それだけ。おはようございます。ただそれだけだよ。ちなみにレッスンは一緒にしないです 他のチームの人とは。だからはっきり何の曲やるのかは知らないけど、なんか噂で流れてくる、なんかこのチームと曲が一緒らしいみたいな。そうそうそう、だからどうするみたいな話を、そうした打ち合わせで、チームの、そう、ここのチームもこの曲やるらしいけど、そう、なんかどうするみたいな、そう、すごい話したけど、まあいっかって言って おはようございます。やっほー、おはようございます。ルカさん12月2日ですね。そうです、2日、18時30分開演です。今ってモニカンやってます？今も。なんかこの間公演、結構前かな、公演の時にモニカン今やってるからみたいなのを、なんか舞台監督さんから言われて、あ、そうなんだと思ったけど、今もやってるんかな、モニター観覧。あ、もうやってるんだ、復活してんだね。いいですね、モニカン。おはようございます。寒いな。おはようございます。そう、モニカンとか久しぶりに聞いたもん、この間、懐かしすぎて。でもなんかいいですよね、モニカン。ドア開いてるの？今ですか？今開いてないです。キャンセルルームするときはドア閉めてます。音入っちゃうから。もっと音入っちゃうので生活音が。基本閉めてる。なんか自分の部屋にいるときはドア閉めてますね。ゆうた、ありがとうございます。そう、もう一個隣に部屋があって、もう2個か、もう2個部屋があって、で私の横にもちょっとだけ部屋みたいなとこがあるんですけど、そう、この間お母さんが私の部屋に来て、「この部屋鍵ついてると思ってた」って言われた。そう、私の部屋鍵かけれないんですけど、鍵ついてると思ってたって言われた。知らなかったらしい。もう13年ぐらいこのお家住んでるけど 知らなかったって言ってた。そう、鍵かけれるものだと思ってたらしくて、
そう、かけれんのかって言って、そう、かけれんよって言っといた。そう、鍵かけれる部屋だと思ってたらしい。そう、寝室とかかけれるから、鍵を。あとどこだろうな。うん、それぐらいかな、部屋かけれる。そう、かけれるものだと思ってたって言われた。あ、15分だって。鍵欲しい。でも別にいらないかな。別にそんな困ってない。そんな鍵かけれなくても。あまり困ってないけど、どうだろう、分からん。おはようございます。いやでも私もいつかこのお家を出るときにはさ、やだな、めっちゃこの家好きだから、いつか一人暮らしとかしちゃうときは、いつか出るときが、この家を出るときが来るかもしれないけど、やだな、めっちゃこの家好きだから、普通に嫌だ。シンプルにこの家が好き。おはようございます。おはようございます。でもし一人暮らししたらマジ週1ぐらいで家帰ってそう。週1ぐらいでここ来そうだな。もう帰ってきたとか言って帰ってきちゃいそう。家が好きということは家族が好きなんだ。そりゃ好きですけど、みんな家好きじゃないの？自分の家、自分の家って一番過ごしやすくない？なんだかんだ言って自分の部屋が一番好き。反抗期あった？あったかもしれないけど、あんまり覚えてないかな。なんか、なんて言うんだろう。でも覚えてないかも、あんまり。そんな。でもなんかダンスできないのに、なんかダンスのこと口出ししないでって言ったことある気がする。わからん、踊ったことないくせにって言ったことあるかもしれない。今思えばめっちゃ最低やな。そう、とか、こんなことやったことないくせにそういうこと言わないでとか言ったことあるかもしれん。今思えばすごく最低なこと言ってるけど。なんかそういうことは言ったことあるかもしれない。反抗期。いや、わかんない、わからん。あんまり覚えてないってことは多分あんまり 言ってないかもしれない。そう、なんか自分がいっぱいいっぱいになる、なってる時に言われると余計に多分イラってくるんですかね。そう、やったことないのに何がわかるのって言ったことある気がする。うん、あるか。おはようございます。
そう、覚えることとかがいっぱいいっぱいになってくると、最近はすごい何十曲も覚えなきゃみたいなことはもうなくなってきたので、いろいろやってきたから、曲とかは最近はそんなコンサートとかねあってもすごいなんか覚えなきゃいけない曲が、まあ最近だとまあ10いかないぐらいになってきたから、前とかはさ10当たり前に超えてたので10曲20曲とか、まあ、30曲覚えなきゃいけないって時もあったけど、まあ今はそんなことないからそういうことも言わないけど、昔はやっぱ自分がいっぱいいっぱいになってる中で、そうそういうことなんか言われるとちょっとそういうこと言ってたかもしれない。おはようございます。でも反抗期っていうなんか反抗期あんまり知らないから、なんかどうなるのかが分からん。もっとなんて言うんだろう、もっとやばい時はやばいのかな、どうなんだろう。そのメンバーでさ反抗期あったなんて話さないからさ反抗期というものがどういうものかあんまりよく分かってない。もう何でも反抗しちゃうってことですよね、でも反抗期っていうの、いうのは。おはようございます。でも最近なんかたけしにちょっとイラッとしたんだよね。なんか携帯見てたんですよ、私携帯でも覚えちゃうから振りとかをずっと見てたの、夜みんなテレビ見てる中でずっとソファーで携帯見てて、さっきから携帯ばっか見すぎみたいな言われたから、しょうがないじゃんもうすぐ本番なんだからって言ったら、そうキレられたそうキレられた。そう縦字とかももう携帯に入ってるからずっと携帯見とけば覚えれるからさ、そうずっと携帯見てたんですよ。まあたけしは知らないからその立ち位置とかを見てるっていうこと、そうだから携帯見すぎだって怒られた。よくないですねそんな。おはようございます。普通にたけし呼びしてて面白い。いや本当マジたけしって言っちゃいそうで、お父さんの前で。いやたけしじゃないんですけどね、まあタワつくからさいやたけしじゃないんだけど、そうそうそう、勘違いしないでください。あくまでも私のお父さんの名前はたけしではありません。でもタワー合ってるから、そうタワーは合ってる。でもたけしの本当の名前の人に今まで会った記憶がないから、そうでも珍しい名前なんかな、わかんないけど、どうなんだろう。珍しいかもしれない、もしかしたら。たけし呼ぶときお父さんって呼んでるの。え、なんかね、ねえねえとか言ってる、ちょっとって言ってるそう、なんかもう普通に多分あのたけしの方を見てねこれさみたいな、そういう感じです。そう基本的にお父さんとか言わないか。そう基本的にねえねえとかちょっとこれさみたいな、そういう感じ。あの話し始めから行くタイプフフフ。
ちょっと呼び、いや本当にやっぱ名前間違えてくる相手だからね、私のこと。いや最近はね、でもなんか意識してんのか知らないけど間違わなくなってきた。最近はちゃんとゆずきって呼ばれるけど、たまに妹の名前で私の方を見てくるから、そういう時は無反応して、もう何も見ないようにしてる。ちゃんと自分の名前が呼ばれた時だけ反応するようにしてます。そういつも私に頼んでくるようなことを妹の名前で言ってたら無視してる。あ、今日妹にやらせるんだって思って聞いてるけど、あ、間違えた、ゆずきたみたいな、いつもそんな感じ。ひどくないですか。いや本当に、いやまだおじいちゃんとかおばあちゃんが間違、もうおじいちゃんとおばあちゃんも間違えてくるんだけど、それはまあ許せる、別にいいんです。そうけど、いやちょっとたけしが間違えるのはちょっと違くない、意味が。私の親なんだからね、そこら辺は間違えないでほしいなと思って。めっちゃ間違えてくるんだもん、私の方が先に生まれたのに。なんで妹の名前呼ぶんだろう。おはようございます。妹は間違えられてないの。間違えられてないの。妹は妹なんですよ。妹二文字だからかな、呼びやすいからかな、それもちょっとありそうだなと思って。そう、妹ね、ゆうから始まって二文字なんですよ。そう、おはようございます。おはようございます。寒い。お母さんは間違いない。お母さんはね、なんかね、なんだっけって言われる。ゆずの名前呼ぶ前に、なんだっけ、あ、そうだ、ゆずきだみたいな、そういう感じですね。そう、あんまりでもなんか間違いはしないけど、ただパッと出てこないんだと思う、私の名前が。そう、もうみんなしてそういう感じです、私の家は。それはそれででしょ。そう、なんかなんだっけ、なんだっけ、みたいな、あ、ゆずきだ、ごめんみたいな、そういう感じ。そう、もう本当にみんなして、そろそろ私の名前覚えてほしい。おはようございます。だからそういう時は何、ゆずきって聞くと、あ、そう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 って言われたりするから、そう、もう聞いてあげてます、もう。聞いてあげてる。おはようございます。寒い。18年経ってるのに。いや本当だよ。うん、そう、ママにだけはね、ママにはちょっと私優しくして、なんかママは悪気がなさそうだから許してあげてるけど、ちょっともうたけしはもうアウト。おはようございます、アウト。
でもね、そういうタクシーもね、何でもできちゃうからね、もうね、もうね、なんか間違えないでって言えないよね、もう何でもやってくれるんだもん、だって何でもやってくれる。もうタクシーにできないことはね、きっとないですね。そう、きっとありません。もう見たことない、これできないわって言ってるところが、何でもなんか結局できちゃうから素晴らしい。おはようございます。ママっ子でしたか。どうだろう、分からん。覚えてないな。でもいつも誰か、初めて会う人とかにはよくママの後ろに隠れてた。でもそういう意味じゃないよね、ママっ子って。違うよね。おはようございます。タケシは芸能人に似ている人いますか。でも顔が濃いか薄いかって言われたら濃い方だと思うんですけど、誰に似てるんだろう、わかんな。わかんないな。そう、でも背は高いんですよ。そう、でも顔、この人に似てるって思ったこと一回もないな、そういえば。誰に似てるんだろう。でもなんか昔の髪型と今の髪型が違うんだけど、その昔の髪型が恐ろしく似合ってなくて、そうだからこの髪型の方がいいやってずっと言ってる。そう、なんかどうしよう、伸ばそっかなとか言ってて、この間やめといた方がいいって止めといた。そう、昔の髪型なんかもう似合ってないって言っといた。そう、今の方がいいよって伝えてきました、この間。そうそう、そういえばね、足が長いのはお父さん譲りなんだね。いや、お母さんですねお母さんです。お母さんってか、どちらかといえばおばあちゃんって感じですね。おばあちゃんが長かったみたい。なんかお母さんとかおばあちゃんの昔の写真とか見てると、もう私ゆずやんって感じ。もう足が、まあ顔は別にすごいなんか似てないんだけど、そう、なんかもう体は私って感じですね、もうそのまま。ほぼほぼ妹に全部持ってかれたけど、マジ足だけはもう私の勝ちだと思ってます。もうこれ、今もこれからもずっと今までも思ってきたし、これからも思うと思う。きっとそう、足だけは本当にもう勝ったって思ってます。いや、他は本当に全部妹がいいところ持ってっちゃったからあれだけど、そう、本当足だけは優勝です。そう、おばあちゃん譲り。たけしって お父さんかな。あ、お父さんです。そう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 、お父さんです。そう、顔はね、ほんと別に すごいなんか似てるわけじゃないけど、そう、体だけは私なんです。
やば、もう59分だ。早い。もうそんな時間か。今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん今日も一日頑張りましょう。お父さん名前じゃないので、あ、違う、お父さんはたけしって名前じゃないです。ショールームでたけしって言ってるだけ。勘違いしないでください。本当の名前はたけしじゃないです。ありがとうございました。ではまた明日。バイバイ。ありがとうございました。